題しまして、お客さんは喜ぶけれど。I guess I lost at that time and I went at it, I hit it. Well, first of all, I apologize to the fan for that. Rumble just got this. の行動によってそういうことが起こったか、残念ながらパリス選手であるという結論で、パリス選手には退場命令を伝えたわけですね。なかなかもう私どもの力ではね、中にですね、飛び込んでいくことはかえって危険もありますんでね、脇から声をかけたりですね、していくことを心がけるわけですね。僕らワニッチがね、行こうとしたらやめろやめろって言って、それで僕ともう一人かな、高にと思うんですけど、止められて、僕らも止めに行ったんですよ。それでその時に向こうも喧嘩腰みたいなんで引っ張られて止められたから、だから僕らも止めに行ったんですよ。取り囲まれたっていう感じですね。そんな怖いって言われはなかったですけどね、結構ビデオで見たらキックを食らってましたね。なんだろう、やべ、喋らんぞ。僕もね、本当ビッチ追っかけたんですけどね、したら後ろから阪神に石井さんっている人は、石井これで、後ろから石井さんなんかこれクエーとか言って、いいからお前が小谷さん止めろとか言って、とか言って、いいから止めろとか言うから、それでこれ止めてたんですけどね、やっぱり相手の目が本当怖かったですね。ちょうど止めに入ったところにフィルダーがいたんですよね。そしたらフィルダーは2回ともずっとニコ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 笑ってたんですよね。ちょっと不気味でしたね。目立つのは今じゃないかな。いつもニコニコしてんで、いや一生懸命止めてましたよ。だけどあそこもう投げるなって言ったら投げるとこないですもんね。いいんじゃないですかね、僕はいいと思います。やっぱり非常に両方の監督も立派な、ね、お考えの中で、私どもの処置に納得をしてもらいましたのでね。